東ズマる10月10日から1982年10月26日は、日本のウイルス学博士、医学博士、大学教授。京都大学名誉教授、京都大学ウイルス研究所所長。日本で、第1号の電子顕微鏡製作者。京都大学名誉教授、元京都大学ウイルス研究所所長、元川崎医科大学教授。ウイルス学博士であり。 日本の第一号となる電子顕微鏡を自ら制作。日本電子顕微鏡学会会長、日本ウイルス学会会長、国際電子顕微鏡学会連合会等京都大学ウイルス研究所所長を歴任。支持法省をはじめ、京都文化省、日本細菌学会学会省、日本電子顕微鏡学会省、日本医師会医学省を受賞。著者の一つ、ウイルスは、 映画、復活の日のベース文献の一つとなっている。熱心な浄土真宗の家庭に育った環境もあり、後年は科学と宗教の観点から人生を見つめ、数多くの寺院や大学、高校、朝日カルチャーセンターなどで講演を行い念仏者と呼ばれた人生を送った。九百十二年十月十日、鹿児島県川辺郡川辺町本別府の商事主の農家、 父、元に、母、ケサガメの八番目の子供として誕生。兄たちは創生し三人軽事になる。河辺は特に旧始末藩の念仏禁制が厳しかった、時代の名残がある地域ではあるが、熱心な念仏信者の両親のもとに育った。特に母、ケサガメは、字を書くことも、本を読むことも、 自分の名前すらも書くことができない一文淵であったが、農作業をする中で自然と口から念仏がこぼれていたというエピソードも残っている。当時鹿児島県では、毎年優秀な生徒を1から2名へ、選び海軍兵学校に入学させるために、東京の麻布中学校に転校させていたこともあり、幼い頃より成績優秀だった、あずも選ばれ、1982年上京し、 入学。東郷平八郎や山本権兵衛といった人物に直接指導を受けるという環境に身を置く。しかし翌年耳に障害があると分かり、鹿児島に帰郷させられる。海軍兵学校に入学しようという熱い希望は破れ深い挫折感に陥る。また1931年第7高等学校増士官に進学するも挫折感は大きく自滅寸前になる。 この時期発行の金子大栄の単二章皇帝を初めて手にし、人生観に大きな影響を与えたと後に本人が口述している。医学の道を志し、本人は東京帝国大学への進学を希望していたが、新蘭成人の誕生地、法年商人に出会われた地、ご女をなさった地である京都の大学に行ってほしいと、母けさがめの強い願いのもと、 1934年、京都帝国大学医学部に入学、ウィルス学を専攻。1938年、稲月さん夫妻、新国厚氏、西本宗介、宮地角へ、松本海優、坂木原徳草、向島大仙、渡辺種彦らも会員であった。この会で、丹二章の池山、常念仏の池山と言われていた池山栄吉に出会う。 池山氏を通して、単二章を学び、新蘭聖人ただを一人に直結する、浄土真宗の信徒にならせていただいた、池山先生に現れている三田の本願に出会った、それは、如来より賜わりたる新人であると語っている。また、京都大学仏教青年会にも入会している。この会を通じて、鈴木大説に出会い、アメリカ合衆国での北米会教師会議の、 公演では前座を務めるている。畑に両ょ本田義秀長尾正と、同僚として、藤吉次し報告広明らと交わる。晩年には、全国各地の寺院や大学、高校、朝日カルチャーセンターなどで公演をしており、当時の NHK 教育テレビ、宗教の時間にも多数出演している。東昇と、妻由ゆり昭和47年。 父元にと母けさがめの三男として生まれ、妻百合子とは別々の大学ではあったが、互いに入会していた仏教青年会で出会い結婚、二人の娘を授かる。孫は五人。ありがとうございます。